はい、というわけでですね、今日はこれダイソーで売ってたペン字練習帳、あの基礎編っていうやつなんですけど、美文字が書ける、僕あんまり字上手くないんでちょっとね、字綺麗に書ける練習したいなと思って、今日は試しにこれやってみたいと思います。はい。ひらがな、カタカナ、漢字をじっくりと練習。あんまり読まない方がいいか、これはな。美しく読みやすい文字はどんな場面でも好感を持たれ、3つのコツ、美しい文字を書けることは一生の財産です、はい、ペンの種類と特徴、油性ボールペン、ペンの持ち方、持ち方大事、まともなペンあったっけそもそも、あるのはシャーペン、筆ペン、サインペン、ボールペンこれしかないな、黒いの入ってないや、ありゃ、まあいいか、書くときの姿勢、背筋を伸ばして自然な姿勢で肘は90度に曲げる、はい、お腹と机の間に拳が入るぐらい少し開けて座ります。肩の力を抜いて前かがみにならないように自然な姿勢を保ちます。はい。文字を書く前のウォーミングアップ。あ、5時だ。滑らかで美しい文字を書くためには手首を柔らかくすることが重要です。はい。文字は手を縦横斜めなど、いろいろな方向に動かして書きますが、手首に力が入っていると滑らかな文字を書くことができません。はい。手首を柔らかくしましょう。なるほど。縦線、漢字やカタカナの線を美しく書く練習になります。横線、漢字やカタカナの線、まあいいか、ここら辺。とりあえずやってみようか。
いいのかな？こんな感じで。シャーペンだとなんか分かりづらいか。まっすぐかけてない。はみ出る。ゆっくりゆっくり。お、綺麗にかけた。心穏やかに。なかなかいいと思う。見えるかな？薄いか。ちょっとじゃあ変えようか。こっちにしようか。太すぎるか。試しにやってみる。いけるね。ちょうどいい太さかも。手首柔らかく、肩の力を抜いて、だめだ。考えれば考えるほど、まっすぐ引けない。横線。よし。もともと知り合いが写経かなんかをやってて、なんかツイッターでその様子を写真に撮ってたんですけど、それ見てちょっと写経面白そうだなと思って、そのなんか写経の本を探したんですけど、あんまりね、いまいちピンとくる本がなくて。よくわからないから。しかも意外といい値段するじゃないですか。1500円とか、まあ1000円ぐらい？1500円もしないか。1000円前後。なので、まあいきなり写経をやらずに、まずは基礎からやってみようかなと。まあ、結構こういうのをやりたいなと思っても飽き性でなかなか続かなかったりとかするので、100均ちょうどいいです。次は曲線。右回りと左回りに、滑らかな曲線を書くことは美しいひらがなを書く練習になります。曲線むず。話したい。なるべく続けて。力めっちゃ入ってる。やば。もともとそんなに字がうまくないっていうのもあるんですけど、その最近は特に字を書かない、人に見られることを意識した字を書かないんで、自分の字を見られるのって
結構恥ずかしいんですよね。うん。これはちょっと正解がわからない。逆回り。その人の印象がまだ自分の中で定まってないときに、字綺麗だったら無条件で、あ、この人って素敵な人なのかもしれないって思いませんか？あの、それ女性男性限ら、あの、限らず男の人でも字綺麗だと、あ、この人はすごくできそうだなって思うんですよね。男の人だと特にそう思うかもしれないですね。自分が特にあんまり字が上手くないので、で女性はまあなんか字上手い人多いじゃないですか。うん。なんかみんな字綺麗だなと思うんですよね。あとは綺麗の何ですかね、基準にもよりますけど。本当にそのまるで本当のような字を、あ、話しちゃった、書かれる人もいれば、パッと見すごく綺麗に見えるけどよく見るとその独特な個人差のある綺麗な字みたいな、ふにゃふにゃってない、なってないけど、その人の癖がある字。でもそれも僕はすごく綺麗だと思います。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、書きながらなので、ちょっと遅いな。うん。あー、これ癖出る。うん。あー、これ下手かもしんない。まっすぐ、まっすぐ斜め。漢字の折れや跳ねをきれいに書く練習になります。下手なんだよな。うん。あ、でも全然違うわ、やっぱ。1回目と2回目。折れ線は折り返すところで軽く止めてから方向を変えるとより綺麗な線が描けます。もう少し早く知りたかったな、それ。
ひらがなを美しく書くコツ、曲線を美しく書く、つながりを意識して書く、文字の外枠の形をイメージして書く、はい、曲線に注意して書いてみましょう。ゆっくり曲げて払う、そうな、ひらがなは46文字。いくつかのコツをつかんで練習することが、このわずかな46文字のひらがなを美しく書く近道になります。曲線を美しく書く。ちょっゆっくり払う。ちょっゆっくり払う。ゆっくり払う、うん、ちょゆっくり払う、うん、ちょちょんちょん、止める、ゆっくり止める、ゆっくり止める。なんでこうなった？ちょっとここ行き過ぎてるのか。ちょ、ちょ、また行き過ぎたか。の、す、す。すすすすうんすすすうちょっとちっちゃいかすすすちょっと角度か、ちょんすで、小さく曲げる、す、あーここだな、ふってちょっと小になってる、軽く、ふ、小さく曲げる、つつ小さく曲げるなんかひらがなに見えないな、小さく止める、うん、ろくいくるゆっくり払う、くいくるゆっくり払う、うん、くいくるゆっくり払う、ロッテ苦手だな、くいくる、ああでも書いてパッと見見ると遠目で見るとまあ悪くないかな、褒めてこ褒めてこ自分で褒めてこ、つながりを意識して書く、線と線の間の見えないつながりを意識して書くことでまとまりのある文字になります。自然につながりを意識して書くことも、自然なつながり、自然なつながりを意識して書く、くすいん、
スウィン、うん、お、パネル、はい、パネル、はい、うん、次、す、はねる、こ、す、はねる、こ、離しちゃダメだな、腕を、す、こ、なんで、なんで下行った？下食いって言っちゃうな。手首硬いのか。に、くい、くい、こ、はい、くい、はい、はい、くい、にはここ跳ねないんだね。こと一緒だなと思ったけど。あんまりこうやってひらがなを意識して書いたことないので、狭いなここ。ああ、湯はなんか気持ちいい。まっすぐ。くるん、しゅいん。ふいんしゅはらうん、文字の外枠の形をイメージして書く。ひらがなはそれぞれの文字の外外枠の形をイメージすることでバランスの取れた文字を書くことができます。丸に近い形。ちょっとシャーペンでやってみようか。なぞってみよう。いや、書いちゃっていいや。うん。難しいよね、文字の形を一定にして書くのって。途中でバランスが崩れちゃうから、なんだろう、汚い字に多分見えるんだろうな。四角に近い形。O、 K、 た、に、は、長方形、う、木も綺麗に書くの難しいな。木、く、し、ま、も、ら。これなぞってると G、ちょっと綺麗に書けてる気がする。 E、 つ、ぬ、へ、あ、え、
ろ、ん、三脚三角、か、さ、あれ、木は、そっか、木は長四角、すとかすぐ綺麗に書けたら気持ちいいだろうな。な、や、お、ひらがなの練習。ここではひらがなを1文字ずつ練習します。美しいひらがなを書く3つのコツ、曲線を美しく、つながりを意識する、外角の形をイメージするを注意しながらゆっくり書いてみましょう。はい、今さっき書いたもんね。あ、ここちょっと開けるのね。ちょっと太いか。よいしょ。半分ちょっと筆ペンで書いてみようか。全然違うと思うけど。難しい筆ペン。海外にもこういう写経というか、ただ文字を書くということはあるのかな。ああ、ちょっとずれたね。つながり、払う、お、うん、きれいだ。つながり、つながり、お、ちょっとう、いいな。あ、あーひうえおになってたのか。いいからやっちゃった。そらす。ちょん。大きくかくんと曲げる。そらす。つながり。かくん、大きく払う、そらす、かくん、大きく曲げる。お、きれいか。そらす、かく、はら、うん、ちょっと大きくなっちゃう。うん、ちょっと楽しいわ。
まあちょっと続けていけたらいいな。あいうえをもちょっと書きたかったんですけど、録画の時間がちょっと録画が30分しか最初に撮れないんですけど、ちょっとね締めようと思ったら中途半端になっちゃったので絵をだけちょっと続けて書いていきたいと思います。ちょっとぶつ切れになってるかもしれないですけど、はい、じゃあいきます。じゃん、ここはちょっと払うのか。じゃんで、つながり意識しながらクイッ、軽く止めて折り返す、止めて折り返す、右まっすぐ、軽く止めて折り返す、止めて折り返す、うん、ちょん、止めて折り返して中央で、おう、いいじゃない。ちょん、止めて折り返す、中央で下げて止める、ちょん、止めて折り返して止めて中央止める、つながり、うん、うんうん、なんか漢字みたいだな。まあひらがなはもともと漢字か。大きく払って止めると、じゃん、かくん、大きく払ってじゃん、やりすぎたな、ここ、ちょっと最初行こうか。うん、おーし、ちょっと集中して書くと楽しいか、うん、僕はイラストも描けるようになれたらいいなと思ってるんですけど、全くうまく描けるような気がしないのであまり手が出せてませんが、文字とかだとこうやってなぞってるだけですけども、綺麗に描けてちょっと達成感があって楽しいです。気が向いた時にやっていきたいと思います、はい、よかったらダイソーでこれこんなに結構しっかりなってて100円なんですよ。本屋さんで買おうとすると結構高くなっちゃうんで、
ちょっと文字書く練習したいなっていう人はぜひぜひ探してみてください。これね、いろんなシリーズあって、あとね、5、6種類ぐらいあった気がします。基礎編となんか中級編、基本編みたいなのもありましたね。というわけで、ちょっと飲む。せっかくオープニングで気合い入れてコーヒー作ったのに全然飲んでなかった。はい、というわけで、ペン字練習帳やってみました。ご視聴ありがとうございました。ではでは。